よろしくお願いします。本日は、ヒレオさんにアサリを8個当てて、ガチアサリにする遊びをしていきたいと思います。皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。おばんかた。ごきげんよう。ヒレオさんチャンネルです。今日は、うなちゃんがアサリをぶん投げてくるので、僕はそれを逃げつつ逃げていきたいと思います。なんか今回のヒレオさん、真っ黄色の黄色コーデをしてるみたいなので、ちょっとそれも観察できたらいいなと思います。で、じゃあ、ヤガラ市場。うなちゃんを見つけたらやっつけていきたいと思うので、よろしくお願い申し上げ存じ上げございます。それでは早速やっていきましょう、タイム。あれ、ここってやったことあったっけ？なんか記憶、ないわ。なんか、あんま覚えてないけど。てか、ヒレオさん、インクの色も黄色じゃね？僕、黄色コーデなので、もう黄色の上にいたら、なんか、同一色で、ちょっと見にくいかもしれないですね。あ、いた。あ、ここ、この間やったよ！この間やった。同じステージだ、また。あれだよね。今、ちょこまかしてたの、ヒレオさんだよね。あ、いる！あと今日はね、僕のね、分身をね、連れてきたんですよ。え？ロボットがついてきて俺のこと索敵してる、危ねえ！バレちゃう。危ない。てか今日真っ黄色じゃねえ、ヒレオさん。見て、みんな。てか思い出した、ここ。最近やったよ。え？やばい！索敵方法がうまい！危ない。バレた？バレてはないみたいな。オッケー。今のうちチャンス。え、2個入ってた。やめて。おかしいなぁ。いたと思ったんですけど。よし、だった？危ない。バルーンのとこいる。なんでここにいるんですけど。ロボットボムがすごい！やだ！バレてない？目の前のアサリに執着して、俺のことわかんなかったね、今ね。これか？今飛んできたぞ、うなちゃん。みんなごめん。すっげえ急なんだけど、お腹痛くなってきたからトイレ行ってきていいですか？多分ここにいればヒレオさんにバレないと思うから。マジで今お腹痛くなってきた。ごめん。これ動画の途中だけどちょっと行ってくるわ。なんでうなちゃんが隠れてるんですか？うなちゃん。何やってんの？てかなんか僕こうやって見るとさ。てかなんかアサリが2つ並んでてさ、うなちゃんのお尻みたいになってるんですけど。これうなちゃんのお尻だべ。あとはうなちゃんに見つかんないようにこの辺に隠れてる。うなちゃんが帰ってくるまで待ちましょう。なんかどっか行ってるっぽいです。動いてないのでよくわかんないんですけど。ごめんなさい、遅れました。あれ、なんか俺捕まって牢屋に入れられてんだけど。え、ちょっと待って、どういうこと？ちょっと、どういうことこれ？誰か説明できる方いませんか？なんで俺捕まってるんですかね？逆に。バレたのか俺、もしかして。これ、あれ、脱走していいかな？外。よし。よし。ごめんな。せっかく捕まえたみたいだけど、ヒレオさん。うなちゃん動いてる。うなちゃん帰ってきたぞ。今動いてた、アサリが。ヒレオさん。ヒレオさん。うなちゃん探し回ってるぞ。僕のこと。あれ、出てこなくなっちゃった。あれ、あそこにいるのヒレオさんだよね、多分。うなちゃんが困ってるぞ、みんな。ああ、出てきた！ヒレオさん出てきた！なんか出てきた！ああ！待って。ちょっと待って、ヒレオさん聞きたいことがある。なぜ俺は、牢屋にいたんだ？僕じゃなくて、う
うなちゃんがアサリ10個ついたから閉じ込めたんですよ。おう、ひろさん。ひろさんが今度なんか逆に、ちょっと、ロイヤーこの丸いの。あ、ああ、もうなんか今回逆に捕まっちゃうんですけど。かわいい。なんかカタツムリみたい。ひろさん、俺捕まっちゃったよ。今回はうなちゃんが捕まったので、僕の勝ちです。